稼働軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の北西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は27万971人であり、2000年の25万2161人から7.5%増加した。軍庁所在地はシュリーブポート市であり、同軍で人口最大の町でもある。稼働軍はシュリーブポートボージャーシティ都市圏に属しており、 同都市圏では、最大、ルイジアナ州では、第3位の人口を抱える軍である。シュリーブポート市には、軍庁舎がある。稼働軍は、第1司方地区を構成している。軍庁舎は、中心街テキサス通りにあり、民事及び刑事裁判所を治めている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は937平方マイルで、あり。 このうち陸地882平方マイル、水域は55平方マイルで、水域率は5.86%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2008年大統領選挙では共和党のジョン・マケインがルイジアナ州全体を制したが、加藤軍では勝てなかった。民主党のバラク・オバマは相当票数の51%、 55,536票を得た。マケインは48%、52,228票に止まった。他の候補が1%を取った。アメリカ合衆国上院議員の選挙では、民主党の現職メアリーランドルーが58%、65,58票を獲得し、挑戦者の共和党、ジョン・ケネディを退けた。ケネディは40%、 4万1348票だった。他の候補者が2%を取った。2004年大統領選挙では、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが総投票数の51%、5万4292票を獲得し、稼働軍を制した。民主党のジョン・ケリーは48%、5万1739票だった。稼働軍ズ・ルイジアナ州公衆安全強制省が、 軍内未編入領域にあるホークトウェイド強制所を運営している。ありがとうございます。